はい、てなことで、まあまあ、ぐざぐざ喋ってるけども、はい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 、なんか、お便りが来てると。はいはい、そうですね。あ、俺だからさ、うん、あの、過去の放送最近結構聞いとってさ。ポッドキャストで言うてたやつやな。そう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 、うん、なんか、昔はこんな人結構おったなっていうのを、うん、まあ、換気扇が止まらないはもちろんそうなんやけど、はい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 、エルグレコとかさ。おー、はいはい、エルグレコいた、ギリシャ人。そう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 、なんかそんなんもおったなと思いながら。おった、うん、もう全然、最近その子たちは出てけへんね。新規のなんかあれは結構ボンボン来てるみたいだけど。そうか。じゃあ、 久々の方からの投稿に行きましょう。じゃあ。あ、マジで？うん。あ、でも全然嬉しくないと思うで。あ、そうだよ。うん。雨の生命さん、ケンタッキーさん、こんにちは。はい。今日もゲリラ豪雨の中、ラジオを聞いています。うん、はい。拙者この前の日曜日、うん、カフェでぼんやりと外を眺めていると、はいはい、定番の親子連れが外でやーやーやっていました。うん。子供はちょけて走り回り、うん、もはや親の声など無視状態でした、はい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 、内心こけてほしいと願いながら、うん、子供を見ていてふとしたことに気づいたのです、うん、それは子供の歩き方が実に独創的で楽しそうということです、うんうんうん、もうほんま読む嫌やわこれ。我が輩は早速外に出て、さっきの子供の歩き方を真似てみました、はい、するとどうでしょう、周りからの冷ややかな目線、もはやドン引きと言っても過言ではない反応をいただきました。めんどくさい口調やなそれ。あの全体的にちょっとしんどいやんかそこでお二人にお願いです。あ、こっからやね、はい、このもう全然意味わからないんだけど、この子供の歩き方を大人がするとキモいのはなぜかということを検証していただけないでしょうか。もう全然意味わからへんねん。誰なんそれ。京都の名細麺久々に来ましたよああそう、あ全然ディスっていいとこやな、じゃ あ、ね、いやいや、もうじゃ大体さ、この子供の歩き方ってどの子供の歩き方やねん、うん、分からへん、分からへんさ、うん、何聞かれてんのか一個も分からへんわこれ。そうか、あのあんまし関係ないかもしれへんけど、うん、高田の馬場の駅でね、うん、あのティッシュ配っとるんよ。あ、駅で配ってるな。で、うん、普通の女の人とかも配ってるんやけど、うん、着ぐるみが配ってたりもするんや、うん、多分パチンコ屋さんやと思うんやけど、うん、なんか結構ファンキーな人でさ、うん、なんか子供とか来たらわーって手上げたりしたりだとか、なんか結構抱きしめるまではいけへんけど、うん、なんかそういうパフォーマンスをしとるわけよ、うん、はいはいはい、でな、子供とかもまあ喜ぶやんか、うさぎさんやーっつって、うん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 、でめっちゃ当たり前やけど、うん、そのウサギの中には、うん、もちろんもうおっさんが、はいはいはい、汗まみれの汗臭いおっさんが入っとるわけやんか、はいはい、で当たり前やけど、そのおっさんがな、着ぐるみを着ずにわーってやったりとか、うん、子供ちょっと絡んだりしたら、うん、気持ち悪ってなるわけ、当たり前やけどね、めっちゃ、うん、何この人、あかんかい、うん、やめときなさい、こっち来なさいってお母さんも言うやんか、うん、っていうことはそのおっさんも分かってるやんか、分かってるな、うん、でおっさんがなぜわーってやるかっつったら、今自分は可愛いウサギの見た目だからっていうことでやってるわけやんか、当たり前やけど、うんうんうん、それってでも案外、あーそうか、そ当たり前やけどそうやなって思って、うん、ちょっとどう話をつなげていいか分からんけど、まあ、女の子とかでさ、うん、比較的こうなんか気さくにわーってしてくれる人とかっておるやん、してくる男に対して、そういうこと、まあボディータッチもそうやし、うん、なんかこうフランクに結構喋ってくる人とかっておるやんか、いわばそういうウサギ的なパフォーマンスをする女の子とかって、うん、とはいえ私がやっても不快じゃないって、そのおっさんがウサギをかぶってるがゆえに絶対キモいとは思われへんからやるわけやん、おっさんはウサギの時は、はい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 、で、まあ女の子でもそうやし、まあ男でもそうやわね。ちょっとこうなんかアグレッシブに人に対してさ、できる人っていうのは、自分はなんかそう、今ウサギなんだ、今じゃなくても常に私、俺はウサギなんだっていう気持ち、ありゃこそでしょ、基本的には。ああ、はいはいはい、そうやな。って思ったんよ。だっておっさんはウサギじゃないときは当たり前やけどせえへんわけで、っていうのを考えたら、でも常にウサギ的な人おるやんか、あ結構アグレッシブにさ、うんうんうん、イエーイみたいな、うんうん、どうなん最近みたいな、うんうん、いるいるでしょ全然、うんうん、俺もケンタも、まあ、バッジョも含め、うん、人見知りが集まってるからさ、うんうん、せえへんやん俺らは、そういうことあんまし、うん、ああいう人らはだから、ね、まあ、こういう言い方するとちょっといやらしい、そんなことを そこまでさすがに考えてへんわって思うやろうけど、基本的には別になんか不快な思いはさせへんやろって思ってる、うんうんっていうことやんね、やっぱし俺が喋りかけたって別に
まあむしろチヤホヤ。ああそうやね。だって子供は喜ぶからやってるわけやもんな、うさぎさんも。だからそういう人らは俺が喋りかけたら相手は喜ぶと、まあ、そこまで明確には思ってへんやろうけど、でもこう嫌がられるかもしれんとはあんま思ってない。思ってないんやろうな。いやもう俺もこれから俺はうさぎだって思いながら。いやそうだから、そのうさぎいいよね。いいよね。でなんかあの俺とかは仲良くなったらまあすごい喋るから、でも学校ですごい人気なんよ、とりあえずいつも言うけど、生徒たちも、で喫煙所とかで仲いい女の子とかとわーって喋ってたら、時々この子雨森先生のめっちゃファンなんですよみたいな子を連れてきおるわけよ、でモジモジしながらの子とかには全然喋られへんやんか。こっちもモジモジしてもってああそうかなんでとか言って、その後2人で会ってしまった時とかめっちゃ聞こえんやんか。でその子からしたらな、やっぱしこっちのもともと仲良かったことはあんなに楽しく笑かしてる雨の森先生が私とは全然喋ってくれへんわと多分思ってるやろなと思って、申し訳ないんやけどやっぱし打ち解けるまでは全然喋られへんから、だからもっとウサギマインドが欲しいよね。だってその子とかだって少なからず俺のこと多分ほんまやったら好いてくれとるわけやんか。いやそれほんまそうやな。だって変に気使わせやんか。そうやわー喋ってんのに。そうそう、これこそ日曜日の笑顔 のバーベキューでもそうやけど、や知ってる人と知らん人がごま油になった時には その知ってる人いいんかなった瞬間急に喋らないから、いやほんまそうやね、あいついいんかったらそうやで、ね、俺は あれかってなんかなるもんね。いやほんまにそれは難しい。でそういう制度が 2,3 人おるんよ。なんか一回面と向かって、はい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 、認識してんのに二人気になったら全然喋られへんみたいな生徒が結構おって、申し訳ないね。何喋ったんやろ。なんか結構さあのそういう知らん子とかと、なんか会話する機会があっても、わー喋ってる子おるやんか。おるな。なんか鉄板のこれ聞いときゃとりあえずみたいな、なんかそういうのがあるんか、やっぱり雲流型か知らぬい型かっていうとこじゃん、土俵入りするみたいな。まあその次余計しんどいやろそれ。いやあのね、もう一人仲いいやつがおったらだいぶ戦えんねん。それは全然いけるやろ、だってあのそいつの方向いて喋ってたらいいやん。そう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 、タイマーやろ要は。ガチの時はな。いやだからそれが逆にほんでデートやったらもういけるで、それはもう第一やから。もうデートでもあれやわ。もうそんなさ、まあ、そんなことあんまないけどさ、若い頃とかさたまーにあるやん、なんかそんな仲良くないけど、たまたま全集団で、まあコンパとかそうやろ、集団で会ってて、そっから次2人で会うみたいになる。まだ全然親しくないけど2人で会うみたいになったら、もう何喋っていいか分かれへん。いやいや、そういうのは俺は全然いけるで。マジそっちは全然いける。何回デートしてきたんやっていう自分に、そういうのはいけるんやけどね。だってデートはだってデートやんか、もう目的があるやんか、付き合うのか、その日セックスするのか、そこに向けて目的に向けてもうステップを踏んでいくだけやからさ。で目的に向けてステップ踏むにしてもさ、目先の会話がないんや。いやいや、だからこその土日何してんのやんか。そこで使うんか。そうそうそう、部屋何平米な。職場、駅から職場までどれぐらいかかんの。絶対おもんないやろ。重くて達成できるねえ。いけるよ、それは絶対いけるよ。で土日何してんのって聞いたら、普通友達と遊んだりしてるみたいなこと。いやいや、それはってまさか土日友達と遊んでるとは思わんかったって言ったらもう大爆笑やんか、そこで。それやったらええやん、そしたらその初め、ああ、その子たちも土日何してんのっつって。そうやな。いや分かったわ、でもほんまに分かった今。仲いい子とは喋れんのにその子たちとは喋られへんかっていうのは、まあ、人見知りっていうのもあんねんけど、今言ったのがまさにそうやわ。目的がないからやわ。あ、仲良くなる、仲良くなるというか、セックスしたいわけでもなく、デートで次につなげるでもなく、なんてない会話をするっていうところがまあ難しいかもしれんな。いやでもね、デートには絶対的自信あり。マジで。あ、それね、俺な、なんかの時にふと、あ、俺もういけるって思った瞬間があったんよ。マジで。それまでは下準備をしてたの、デートに。もしなんかパスタが食べたいって言われたら、あそこ行こうと。ああ。なんか飲みに、その後飲みに行きたいって言ったら、あそこの店行こうとか。電車じゃないわ。あの頃車でデートしてたから、いつも車乗ってまず最初はこういう話で行こうみたいな。それまでは、そういう準備をしとったんやけど、なんかの時にもう何を言われても絶対楽しませられると、でどんなところに行きたいって言われても絶対満足させれると、大阪限定ね、
しかもまあそれぐらいの年 の時に遊ぶぐらいの女の子限定で、今は全然あかんけど、っていう瞬間が来たよ。マジで、うん、当時リア充やったからね。あ、言うてる、うん、まあそうやな、うん、マジか、そうやな。俺もうだって、未だに思うけど、うん、もうむしろ仲良くなりたくないもん強く言ったね今なんか顔めっちゃすごかったね今もう仲良く、俺な、仲良くなればなるほど墓穴掘りそうやから、まあなんかこのなんていうの、例えば、コンパやったらコンパでいいよ、コンパで、コンパやったらさ男友達が横にいるからさ、もう無敵やん、まあそうやな、こいつ笑かしに行ってそれのレベルちょっと下げたらこっちも一緒に笑うみたいなさ、まあ、もう全然いいやん、こっち向けて喋ってたらいいやもんまあ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 、ええとしよう、男友達向けて喋ってたらなんかこっちもついでに笑ってくれるやん、まあまあまあね、でこいつが俺、この友達が、あの俺置いてどっかに行かん限りはトイレとか行ったら俺もついていくみたいな、まあね、そうそうそう、で時間限りはいけるやん、ほなここで、あ、なんか楽しそうにワイワイこう喋ってて、よしんば、なんか何かいろんなことがうまくいって、こう高評価を得たとするやん、ゼロかマイナスかプラスで言うと、少なくともプラスに振ってる状態、はい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 、でやったら、そのまま置いとくのが最高新記録なんじゃないかってでもその後、昔から考えてやな、じゃあちょっと辻君今度お食事どうみたいなことメールとかしてさ、行ってそっからプラスがさらに加点されたみたいなことはないの？いや、あるよ、あるけど、あるだろう、言うても、俺はあんまり自分からそうやって誘えないもんマイナスになるリスクを、それはケンタに性欲が弱いからよ、やっぱ絶対いろいろなリスクを犯してまで男はやっぱりセックスがしたいから、みんなそのリスクを犯していくんよ、それ分かるよ、めっちゃコンパの時点で雨の森さんめっちゃ、雨の森くんめっちゃ面白かったわで、まあ、大体なって1対1になったらそれより落ちるかもしれへんやん、やっぱいろんな周りの男の力も借りて面白くしてるわけやから、そのリスクはまあ確かにあるんよ、けどもそれをも超えてやっぱセックスをしたいのか彼女を付き合いたいのかっていう目的があるから、フロンティアスピリッツでそこを乗り越えていくよね、うん、もうずーっとみんなで遊びたいもんそしたらもう周りに助けられてなんかあの下駄履けるやんか、いやまあまあまあそんな、ことはええとして、何やったか名簿染めは結局何を言ってたんだっけ、もう何も言うとらへん言うてること分からへん、俺でもちょっと思い出したことがあった、それでまたもうええやろあんまし答えんのも、どうせ名簿染めやから、昔なんかで電車乗ってた時に山手乗ってて、兄弟がね5歳と3歳ぐらいの兄弟がしりとりをしとったんよ、はい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 、でその横にお母さんがおって、ずっとしりとりをしてて、なんかお兄ちゃんが、あのライオンキングって言ったよね、うんうんうん、でそれを弟はあんましりとりのルールが多分分かってへんねんか分からんけど、なんか「ん」がついてるから「ライオンキングはお兄ちゃんダメ」って言って、はいはい、でもお兄ちゃんはだ一番最後が「ん」じゃないキングやからこれは「ええんやで」って言うんやけど、ずっとなんか弟は「あかんしりとりは「ん」ついたらあかんとかずっと言ってたのめっちゃ微笑ましくて、うわかわいいなーって、お母さんかわいいなーって思う俺も乳吸いたいなってそう、その兄弟めっちゃ可愛かった、それを なんとなく今思い出したね、そ、あ、そうか、子供の話、そう、メンホソメンさん、まあ、かといってアメヤンがライオンキング、うん、ついてあかん言うてたらもう大変みたいな、そういうことよな、だからな、大人には大人ってもあるんやからそれはあかんやろっていうことよ、そらこんな長いこと送ってこんでも分かるやろ、そうそう、分かるやろ、コンシャスラー